久保さんいやー、まあ、久保さん直感知ってるでしょうね。漢字のごとくね、まあ、直ですからね。まあ、売食というか食、触媒がないっていうね。触媒だったかな。キーワード的には。触媒がないって。触媒がないっていう、ちょっと調べていいかな。触媒がない。触媒。あ、触媒切り、くり抜くとかありますね。 触媒交換、触媒くり抜く、触媒ストレート。触媒ストレート。あ,あ、5万回回ってんな。触媒をストレートにしてみた結果、6000回。ま、ああの、なんだろうな。その、お音をね、まあ、今、なんかその、規制があるので、まあ、あと排ガスとか、それそ、れ触媒でなんかやってるような気がした。確か。うん。だこういうなんか、 こういうやつですね。それを直感ストレートにすると、もう貫通してるので、もう音がブォブォブォブブみたいなね、なるっていう。ババババババみたいな。これ、触媒っていうキーワードいいっすか久保さん。触媒を、触媒、触媒なんちゃらにしようかな。触媒、触媒ストレート。触媒ストレートでいいかな。これ、トヨタ86マフラー音。 触媒ストレート。これ8万回、5万回か。触、は、媒、い、ストレート6万回。触、う、媒、ん、ストレート、ストレートか。触、う、媒、ん、ストレートいいっすね。触媒ストレートにしましょう。<laughs> ねここさ まあ、あの、久保さんのね、その iPhone の画像をね、パソコンに転送する、結構あれって結構回ってましたよね。10万回ぐらい、まあ8万回ぐらい回ってたかな。まああとコピペ動画ですよね。コピペのやり方とかね。だから、その、なんだろうな、まあ無限にあるんで。だそれをね、知らないだけなんですよね。うん。さっきね、またこ今からちょっと動画撮るんですけど、ネタがありませんみたいなね、お悩みいただきまして。 まあ、キノコは山に行くとね、キノコはいっぱい生えてるわけですよ。どうですかね山に行ったらキノコそこら辺に生えてるじゃないですか。だかキノコはあるんですよ。キノコがないんじゃなくて、キノコはあるんです。ただそれを、何をチョイスするのかって話ですよね。ただそれだけです。<laughs> キノコはそこら辺に生えてます。だからネタはそこら辺にあります。だからまず そういう見方をできるかどうかですよね。あとは、どの、どれを、どのキノコをチョイスするのかっていう。うん。だから僕ね、いつも思うんですけど、あの、久保さん、ゴーヤとかあるじゃないですか。ゴーヤとか、ほう、ゴーヤとかもね、クソ苦いじゃないですか。あれ、よく食べようと思ったよね、みたいな。最初よく食べようと思ったよね、とか。まあ、あと、ほうれん草とか、草じゃないですか。え、そもそも草なんで食おうと思ったのみたいなね。あと、ニラとかもね。 レバニラ炒めとかありますけど、あのニラも苦いじゃないですか。あれ、どう最初食べたのかなみたいな。だから一番最初に草とかキノコとか食べて、人ってすごいなと思いますね。うん。だからみんなやっぱね、思考停止なんですよね。もう、スーパーで売られているもの、あ、これ食べられるよっていうところを買ってるわけじゃないですか。でも、なんか商品を作るとか、コンテンツを作るとか、情報発信するっていうことは、 ああの自分で作っていかないといけないし自分で見つけていかないといけないわけですよだからそれを考えないといけないですよねあこれネタになるなとかあこれネタ探しに行くとかねだからその,うんそのお寿司屋さんとかねもうそ魚両手とかもそうだと思いますけど東京の築,築地に仕入れに行くわけじゃないですかでも僕たちって築地に仕入れに行かないんですよただまあ両手とかご飯屋行ったらそれた,ただね 出されるだけでであって思考停止なんですよ本来ビジネスをするんだったら仕入れしていかないといけないですよね。分かりますだからそれがないから多分ネタがないっていうんでしょうね。そのネタがないっていうのはネタがないという思考というかね。今までその思考を巡らしてないっていう。<laughs> ただそれだけっていう。だからキノコを食べようと思わなかった。キノコを食べようと思っていなければ山行ってもキノコ見えないですよ。いやいや、キノコ多分いっぱい入ってると思うんですけど、キノコ食べようと思わなかったら。 ね、多分、目に入らないでしょうね、そのキノコは。うん。そう。まあ、そんな感じでございます。人間の脳っていうのは面白くて。まあ今日ね、赤色を見、テーマを決めてね、今日赤色見るって決めたらね、まあ、赤色は勝手に入ってきますからね。赤色が。もう今、今、僕赤色ってき今思ってね、見た瞬間、YouTube のアイコン赤だな、みたいなね。 YouTube の、なんか、いつも YouTube のアイコン見てるけど、赤という認識であんま見ないじゃないですか。でも赤色って認識したとき、あれアイコンすればあ赤だな。まあそりゃそうなんだけど、みたいな。ね。<laughs> なんか当たり前すぎて何も考えないですよね。アイコン赤みたいなね。そう。な赤色ね、赤色。赤色っつはね。なんか探し出しますよね。面白いことに。わかったな。 あ、ボタンも赤ですね。レックボタン。レックボタンも赤ですね。はい。いってらっしゃい。